よそ者の挑戦も大歓迎だ。間違いなくイエネファーの部屋だな。昔から広い部屋が好きだった。それに豪華な家具もな。グラマー、リラとスグリの香りだ。蓋を取らなくても分かる。好みは変わってないようだ。どうやってこんな量の服を持ち込んだんだ。ガレオン戦でも借り切ったのか。白と黒の服、いつも通りだ。ふん、このユニコーンの剥製修理したんだな。メガスコープ、いつも持ち歩いているのか。フィリパ・エイルハートが言っていたな。メガスコープは歯ブラシと同じくらい極めて個人的な道具らしい。ティサイア・ドブリーズの毒入りの泉か。今読んでも発見があるのだろうか。まあ俺の好みではない。だがまああいつの頼みなら。待て、俺はイエネファーの何なんだ。いや、俺はゲラルト。白狼として知られるウィッチャーだろ。この辺りでは毎日お前の新しい話を聞くよ。空席をお探しかな。いいんだ、話をしたいだけだ。ここはなかなかいい店だな。それはよかった。アンドビックから来た時は廃墟だった。カモメが草吹き屋根の隙間からジョッキに糞を落としてた。小屋を買って立派な酒場に作り上げたのさ。なぜニューポートという名に？アンドビクではオールドポートを経営してたんだ。昔の客たちがここに来ては思い出に浸るんだよ。うまそうな匂いだな。カードをしたい気分だ。グエントを一勝負どうだ。グエントならいつでも歓迎だ。
内陸は空気が悪いと見える。踊るか？もっと早く。ブラウォは偉大だったわ。ふさわしい後継者が必要ね。心当たりがあるような口ぶりね。スケリッチが抱える問題の多くは統治者が世襲制ではないから起こっている。成り上がり者でも王になれてしまう。初頭の王はもっと象徴的な地位でしょう。それも変えなければ真の権力を行使する強い指導者が必要とされているのよ。紹介してくれないか。友人のゲラルトよ。こちらはビルナ。惜しまれつつ亡くなったブランの奥様よ。今は王太后よ。はじめましてゲラルト。失礼を許してね。でもこの日だけはいつもの長いおしゃべりを楽しむことは許されないの。こんな予感はしてたのよね。ねえゲラルト、一体その格好は何？君の美しさが色褪せないように。腕を組んでいる間、男は女の美しさを引き立てるアクセサリーなのよ。まあ、褒めてくれてありがとう。葬儀は苦手だ。宴会もな。知ってるわ。あと生焼けの肉と瞬間移動も嫌いでしょ。だけど時には苦手なものを克服して乗り越えないと。皆が酔っ払う前に混ざった方がいい。すぐにまともに話せなくなるぞ。いい考えね。クラフの頼みが何か知らないけれど、シラフのまま行った方がいいわ。酒は飲まない。頭が鈍ったら君の美しさを楽しめないだろう。一晩中お世辞を言い続けるつもり？いや、思ったことを口にしているだけだ。ゲラルト、前から聞きたかったことがあるの。ん？そのヒゲだけど、どうして生やそうと思ったの？特に意味はない。すごく似合ってるわ。これはイエネファー様、お連れ様も。こんにちは、アンバルド。この人はリビアのゲラルトよ。王様かねがね。こちらこそ、そうそうたる顔ぶれだな。王に別れを告げに来た人々です。皆王の後継者候補を待っているのです。クラファン・クライトと話がしたい。族長はすぐにいらっしゃいます。お二人はご息女のセリス様の隣という名誉ある席になります。こちらへどうぞ。この席みたいね。私が頼んだの、有名なウィッチャーのゲラルトさんに会いたくて。前にも会ったが覚えてないか？もうずっと前よ。最後にあなたが父のところに来た時はヤルマールで私は子供だったもの。まずは仲間たちを紹介させて。こちらはハルビオル、オルガー・ブラックハンドの息子。ブルーボー・イルゴスはマットマン・リゴスの長男。あとそれからそこにいるのがオトリグ・アン・ヒンダー。族長の息子たちの席に招待されたようだな。セリス・アン・クライトは族長の娘よ、ゲラルト。族長の娘は息子と同じ扱いなの。この全員がブランの後継者になりたがっているの。彼らを見てよ、それっぽいでしょ。セリスは羨ましいんだろ。この中で一番の手柄を立てた者が王冠を手に入れるんだからな。
手柄なんておまけよ。ブランの後継者は父親たちが決める。あの人たちはグラフにどんな話をしたかしらね。手柄も何も、お前は力不足さ。ヤルマールが俺たちみんなを集めて山まで競争したのを覚えてるか。お前は数にも入らなかった。ヤルマールが勝ってその印として頂上の切り株に斧を突き立てた時、お前は火の横で縮こまってた。ちゃんと訳があって参加しなかっただけ。やれば勝ってたわ、あの時も今も。言われて気づいたが、ヤルマールはいないのか。兄は我が道を歩んでる。ところで競争の話だけど、またやってみない？あんたたちに挑戦するわ、ウィッチャーも含めてね。私が彼に勝てたらすごいと思わない？どう？やる？ウィッチャーがやるならな。どうする？喜んで。どんなルールだ？丘の頂上の切り株に刺さってるヤルマールの斧を最初に抜いた人が勝ち。ただし道を外れないこと。退屈で吐きそうになってたとこだ。やろうぜ。ここだ。ここからあの山の頂上まで競争するんだ。頂上には樫の切り株があって、ヤルマールの斧が刺さってる。最初にその斧を切り株から抜いたやつが勝ちだ。いいわ。角笛の合図でスタートだ。ズールはダメだぞ。俺の勝ちだ。だが惜しかったな。慰めはやめて。勝ちは勝ち、負けは負け。私の負けだわ。通夜の席に戻りましょう。そうだな。縁も竹縄だな。見えなかったぞ。誰が勝った？負けた。相手はウィッチャーだろ、スパローハーク。誰でも勝つのは難しいさ。おしゃべりは十分だ。飲もう。セリスに。こいつに蜂蜜酒を持ってこい。ブランに乾杯。あの世で何不自由なく暮らせるように。我が美しい伴侶に。楽しかったわ。残念だけどもう行かなくちゃ。どうして？話があるのよ。でもここではダメ。あの扉の先で教えてあげる。紹介するわ。リビアのゲラルト、ウィッチャーよ。こちらは族長のドナール・アンヒンダーとマッドマン・ルゴス。マッドマン？イカれた男なんて失礼だぞ。彼みたいなケダモの野郎に向かって。もう一度言ってみろ。てめえの首を切り落として矛の先に刺して首の穴にしょんべんしてやるや。言ったな。決着をつけようか、今ここで。この俺に勝負を挑むってか。こりゃ驚いた。自分の手を切る前にそんなものをしまっときな、腰抜け野郎め。スケリッジじゃ宴席では停戦するんじゃないのか。神聖なしきたりは知ってるさ。
けどな、ルゴスが俺のヒンダースファルを襲うのを見過ごせねえんだよ。お前なんか誰も怖くないぞ、ドナール。待ってろ、すぐにお前の国の女司祭とやって、お前の酒を飲んで、お前の机で飯を食ってやる。ろうそくはつけといてくれよ。あなたたちの喧嘩を見れば皇帝も喜ぶでしょうね。皇帝陛下でも何でも、来るなら来てみやがれ。その通りだ、黒の軍団なんか怖くもねえ。海辺の町から略奪するのは帝国との全面戦争とは別の話というわけね。おしゃべりな女だな。魔女らしく大釜を煮るか、おできを潰してりゃいいんだ。わからねえことに口を挟むんじゃねえよ。いいか、ルバス、宴席でのお前たちの神聖なしきたりは俺にはどうでもいいことだ。いいぞ、やっと面白くなる。退屈で吐きそうになってたところだ。かかってこい、怪物め。どこまでやれるか見せてみな。椅子をどかせ、どつき合いが始まるぞ。やらー。おう、あっ、俺たちは後で店によるのに。顔だ、口を狙え、歯を砕いてやりゃいいんだ。あの爪を陶器地に。顔だ、口を狙え、顔を自分で置き去りにして胸と頭からお前を追い出すのと白くいい水の海を越えて。もう十分か。やりやがったな、あの一撃は効いたぞ。まだ目がチカチカする。穴の開いた船で嵐真ん中にいるみたいだ。ならばこの女性に謝れ。それで終わりだ。すまなかったな、あんまり気を悪くしないでくれ。女魔術師が必要だってのはよく分かってる。本当だ。悪気はないよね、もういいわ。いい女だな。それにお前も男の中の男だ。手を出せよ、ウィッチャー。握手だ。それしかないぜ。ウィッチャー、俺と飲もうぜ。わだかまりがないか確かめるんだ。それに時々会いに来いよ。灯台に幽霊が出るとかで、ヨルンドがウィッチャーを連れて来いってうるさくてな。エリンビョルンの近くの酒場で、やつと酒でも飲みながら話してくれないか。近くには俺もいる。なんかもっと強い酒でも飲もうぜ。また会う日のために。そうだな、付き合うぞ、ルゴス。仲間と楽しく飲むのは悪いことじゃない。忘れないで、この後大事な話し合いがあるのよ。シラフの頭で考えるべきことがね。覚えておくよ。敵をやっつける勢いで飲め。そうすりゃ楽しくやれる。ブランに乾杯。俗称マッドマン・ルゴスに乾杯。失礼、他の客と話さないといけなくてね。